空に鯉のぼりの泳ぐ5月5日子どもの日、日頃全校を続ける市内3つの子ども会が初めて市長表彰されました。市内にもたくさんの子ども会がありますが、今度表彰された3つの会はそれぞれ特色ある活動を活発にしています。今日はその子ども会を訪ねていろいろ活動を見てみましょう。佐藤中町第2部子ども会、この会は119人の会員があり、月1回子どもも大人も一緒に会合を持ち意見を出し合い、前の月の反省と今月の実行計画を立てて、子どもにできることはすぐ実行に移しています。このあと先生方、お兄さんお姉さんたちのお話や紙芝居、ゲーム、クイズなどで楽しく遊びます。日曜日は今月の会合で決めたことの実行です。蚊とハエのいない町を作るため、子どもたちは町内を回って呼びかけます。道やドブの清掃をしたり、薬をまいたりする仕事もお父さんやお母さんたちの協力を得て行って大変うまくいっています。こうした子ども会活動は町中から喜ばれています。鴨江北町子ども会、463人の会員を持つ市内で最も大きい子ども会です。花作りの大変盛んな子ども会で、表彰式当日市長さんにあげた花も子どもたちによって作られたものです。目指しを教わったり、朝顔の種をお母さんたちから分けてもらいました。子どもたちは朝顔を作ってその品評会を開いたり、チューリップやヒヤシンスなども自分の家に植えて育てています。また北町子ども会全体でみかん園や植物園などを見学して植物の研究をするのもこの会の年中行事の一つとなっています。専門の植木屋さんを呼んで花作りの手ほどきをしてもらうこともあります。お父さんお母さんたちも熱心です。植木屋さんのユーモラスなお話に大人も子どもも楽しいひとときを過ごします。体育活動も盛んで、健康な体を作るため毎週同日の2日、70人の会員が近くの道場で柔道の練習に励んでいます。女子の会員も入っています。先生は近くの刑務所の看守さんたちで、優しく親切な指導をしてくれます。新しく完成した古戦郷の東側、食府工場の立ち並ぶ中に浅田北町子ども会があります。この会はお母さん会の公園で作られ、220人の会員が8年間も活動を続けています。この町は国道に近く、交通が激しい危険なところです。このため子どもたちの考えた標語が角ごとに貼り出され、交通安全に一役買っています。この子ども会には創立以来交通事故がありません。これら子ども会の活動について回るのが資金の問題です。この町ではお母さん会の全面的な応援で、廃品回収を子ども会の仕事にしています。
回収日にはみるみる廃品は山のようになります。これを売った代金は子ども会活動資金に充てています。町内の人々もみんな子ども会活動には積極的な協力をしています。月に1回開かれる子ども会の議題もなかなか豊富です。議長の話から会が始まります。先月決めたことは守られたでしょうか。お母さんたちも適当な助言を与えていきます。お小遣いを貯めて貯金をしたり、手の爪を調べたりしてから今月守りたいこと、実行したいことを各人で発表します。活発に意見が発表され、意見がまとめられると子どもたちは帳面にしっかり書きつけ、実行に移していきます。これら子ども会共通の悩みは子どもたちの遊び場の少ないことです。市でも子ども会育成の一端として遊園地の整備には力を入れ、すでに完成した3カ所に加えて今年はもう1カ所作る計画を進めています。こうした子ども会の発展によって子どもたちは学習活動も伸び、社会性を身につけていきます。親たち同士の気持ちも子ども会の和やかな空気に惹かれて深まり、明るい街づくりができていくのです。子ども会は大人たちの愛情をいっぱいに受けて、今日も明日もますます発展していくことでしょう。市では市政50周年を記念して、今度市役所前大通りへ橙の木67本を植えました。この橙は市民、市議会議員、市長、市職員から寄贈されたもので、中には3メートルもある青木が美しい実をつけているものもありました。この植樹は最近浜松地方がみかんの振興産地として伸びてきたのと合わせて、代々にわたって市が栄えるようにと、この大通りに橙並木を作ることになったものです。市の発展とともにこの橙もきっとすくすく成長し、橙色の美しい実が私たちの目に憩いを与えてくれるのを楽しみに、みんなで可愛がってゆきましょう。市内を通る東海道の中で一番の難所と言われた菅原町地内を迂回するため、昭和31年から建設が進められていた浜松湖線橋が今度完成し、5月17日盛大な開通式が行われました。市民多数の見守る中で厳粛に行われ、吉川局長の手によってテープが切られました。続いて一之町の中川さん夫婦を先頭に400人もの渡り初めが行われました。小学校の小敵隊も参加して開通式に花を添えました。縁起の良い祝い餅を拾う人も大変な数で、中には用意の袋にいっぱい詰め込んだ人もありました。この橋は総工費約4億円で完成され、長さ920メートル、幅は16メートルで、市
市内の名所の一つとなりました。新しい観光地として人気を集める宮古谷、また名物が増えました。山小屋の完成です。この山小屋は宮古田川から10メートルほど高い山の中腹に建設されたもので、約50平方メートル、木造2階建てのモダンな建物です。内部は20名分の炊事施設、宿泊設備を完備しています。また山小屋からの眺めも素晴らしく、絶好のレクリエーション施設です。宿泊は1泊100円で、市民の皆さんのご利用をお待ちしています。